今日もまた彼らは活気ある場を作り出していた。ボランティアと聞いてこのような光景を想像できるであろうか。彼らが目指しているのは見せるボランティア。目の前の人を魅了して笑顔にすることを、それが彼らの使命である。高校生の殻を破った高校生、春日川科高校インターアクトクラブ、部員数約80名、全国的に見ても最大規模のボランティアクラブである。対象とする年齢は幼児から高齢者と幅広く、また健常者から精神・身体障害者まで様々だ。彼らは介護のプロでもなく教育のプロでもない高校生である。今度の土曜日に逸材館に行く。この日また一つの依頼が来た。児童養護施設逸材館からだ。彼らは依頼に対し要望に応じて企画を創造していく。今回はダンスとクイズコーナーをすることにした。クイズ担当になった1年生に容赦なく先輩から厳しい指導が入る。ダメ出しがある人は意見ください。全部わかりやすくさ見せようって気じゃない。じゃあ、 全部問題とかも。では問題スタート。ではやっていきましょう。最初は知恵。ではやっていきましょう。最初は知恵問題です。第1問。やれ。なんか合わせよう。B しろーと思う人は A、 しろーと思う人は B にしてください。ちょっと待って、これさ、4人同じ同時に喋ってるよね。もう訳がわからん。今日は一日よろしくお願いします。そして本番当日。彼らは自ら企画したプログラムをこなしていく。そして1年生が担当するクイズコーナー。これからゲームを始めたいと思います。それでは問題スタート。ではやっていきましょう。第1問。じゃどん。世界で初めてテレビに伝えた文字は何でしょう。何でしょう。 A 英語、 B 日本語です。では移動してください。カウントスタート。A は英語、 B は日本語です。動かしていい。どうで、いいよ。ちょっと待った。残り3秒。3、2、1、0。終了です。
ストコーストね、止まっちゃうからダメ。答えは B です。短い時間のステージでしたが楽しかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。彼らは確実に成長していた。彼らは活動後に必ず反省会を行う。